から連れて行ってくれるという夢見るような子供だった私は、海の向こうの人と結婚して今テメロンハイランドにいます。私が書く着物の女の子には日本人としてのアイデンティティと女性たちが自由に生きられるようにという願いを込めています。マレーシアに来て15年、私はここに小さな王国を作りました。名前はどこでもない国、私は今日のノリコです。日本から来ました。ようこそ皆さん、ノーウェアランドへ。Indian, pick up the beer.